はい、それでは朝ごはんを食べて2時間経ちましたので再度炭水化物を入れていきます。いただきます。うまっ。うん、ステージ立ちながらいい感じになりそうな気がするんで、うん、もうステージの合間はこしあんかはちみつでいこうと思います。マジうまい。はい、それでは僕のゼッケン番号が3番。これが何の3番か分かんないです。フィジークかな。で次が113番で162番です。で協賛品で、あ、ビターゴちょうどいいじゃん今日。あ、飲み物なかったんだ、ラッキー。とビートムの個包装のパック、わ、カフェオレ美味しい。バナナはなんかまあまあそこそこ、そんなに好きじゃない。で、あと何もらったっけな、レモンクラシックのタオルもらいました。うぃ、おはよう。あ、一緒、俺も一緒。あれ、なんでスーツ着るの。審査員だから。え、審査員なの。なわけないでしょ。びっくりした。びっくりした。絶対そういうのしたくなさそうやん。え、てか、え、順番見た。隣、そう、最初俺の隣。やば、どれがいいだろう。ということでビートムさんから、まあ、僕のスポンサーさんですね、からこちらのサーフパンツを、これですね、これがおそらくナースケモデル、そしてこっちが寺島さんモデルで、今日は戦っていきたいと思います。はい、こちらバンキッシュのブースです。そしてこちらももかさんです。日本支部を担当してくださってます。よろしくお願いします。最近、まあ、これ僕はねずっとご利用ししてるんですけど、まあ、このリブタンクトップね、これマジで超いいから、ま、あのみんな買いな、超安い。この前とか僕のクーポンコードとかも使ったら3000円切るぐらいまで行ってたんで、で今はこれが僕は結構推しです。なんでみんなこれよかったら見てみてください。それではファーストステージが終わりました。どうでした、あのステージ。あ、でもなんかあんま緊張、隣に知り合いがいるからあんま緊張しなかった。俺も8で助かりました。もう助かった、うん、よかった。それではバックステージ戻ってきたら次ビキニでした。でビキニはねブーちゃんが出るんでちょうど発見したんで、どうも。今日ねなんか、はい、いいのいい感じ。ご飯いっぱい食べてるから元気で元気で、めっちゃ流行ったからね今の。今日ね、いいの。あとは上がらんだけ。まあまあ大丈夫でしょう。いつも通り楽しく過ごしてください。はい。91番。頑張れ。じゃあ。ありがとうございます。はい、それでは、クラシックのピックアップ審査、30人を10人に決める、やつに行ってきます。入れるように頑張ります。ダンスライン。さあ、それではエモート参ります。フロントダブルバイブ。113、113番。
はい、それでは今クラシックが終わって面白い取り方ピックアップ審査は呼ばれなかったんで、まあ、いけたのではないかなと思います。ただいま僕は腕トレをして胸をパンプさせております。クラシックから何分経った？今 2分はい、それではさっきフィジークが終わって今3分後ぐらいで今からボディビル行ってきます。もうパンプアップとかはないっす、頑張って。ボディビルが多分一番きついんで頑張ってきます。ナンバー162番エイト。おお、またエイトさん。さあエイト全カテゴリー出るぞしんどいやろ。エイトさんいらっしゃい。エイトリン。はい、ただいまボディビルのステージが終わりまして、まあ周りを見る限りマジででけ、本当に多分ね無理。ボディビルは多分ピックもされなかった。ピックされたらあ、まあ、残れるかなって感じはしたけど、特にピックもなかったから、まあおそらく僕の予想では余裕で落ちたのではないかと思っておりますので、まあ、結果発表まで待ちます。フィジークは残りませんでした。くっそー悔しい。クラシックフィジークは残れたようです。僕フィジーク無理やったっす。あ、本当ですか。くっそーギリで、わー悔しい。はい、ということでフィジークと、ボディービルは落ちました。で次クラシックの決勝があるんで、クラシックは頑張りたいと思います。クラシックはポーズちょっと何回か練習したんで、このまんまいい感じでやりたいと思います。バックダブルバイセプス、今日最後のステージになると思うんで楽しんでいきましょう。それではフリーポーズがも終わりまして、旗は表彰です。今日は多分栄養としては今日摂取したカロリーは1272キロカロリーぐらいです。痩せるね。ということでこれが終わったら、まあ多分打ち上げはあんま食べれないんで、みんなを見て和やかに過ごします。おー、セカンドプライス。これさ、マジで持ち帰った方がいいの？はい、そんな感じでレモンクラシック終わりました。お疲れ様でございました。お疲れ様です。今から打ち上げです。3カテゴリーお疲れ様、本当に。いやいやいや、全然だよ、マジで。でも、ピックがそんなに良くなかったから、うん、多分やれた。ああ、なるほどなるほどね。あれピック多かったら多分結構きつかった。確かに。まあでも本当に予想通りでクラシックが一番輝けるだろうねっていう通りになったね。
慎太郎くんも合流して、大志郎くんも合流しました。お疲れ様でした。2人は焼き肉いっぱい食ってくれ。どうよ、ほら、赤身これレバー、レバーね、うまっ。はい、ということでハーダマンさんの家に帰ってきて、ハーダマンさんはまた打ち上げで外にいるんですけど、僕はね、昨日も朝3時ぐらいまで活動していたので、ちょっと早めに返していただきました。で、まあ結局焼肉ではね、ちょっとしか食べなかったんで、まあこっからが本当の減量の始まりかなっていう感じですね。なんでこっからを頑張っていきたいと思います。で、大会の成績に関しては、クラシックが、5位に入賞することができました。まあスポモに一番近いのはクラシックなので、まあそのカテゴリーでね、40何人中5位に入れたってことは、まあいいのではないかなと思います。とりあえずここからの1週間最後ラストスパート頑張って絞り切りたいと思います。そんな感じで皆さん、本日は広島までこう応援に来てくださった方もたくさんいらっしゃって、本当にありがとうございました。また来週は東京で頑張るので、その際もぜひ全力で超応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。え、3位やんね。だから俺もびっくりっすよ。俺がびっくりしてます。え、減量期間が1ヶ月です。え、ちょ、一言絶対使わんけん、あのフィジークの大会って1ヶ月で勝てるって言ってもらっていい？やだ。あ、でも楽しんでたかもしれない。あ、ね、よかったね。20万ももらっちゃって。